菊池秀夫は、北海道を中心に活動する、写真家、画家、実業家。北海道江別市出身。1952年北海道、札幌工業高等学校最高科卒業。同年、三菱工業足別工業所に入社。1954年に同社を退職し、画家に転校。1955年に、読売日本アンデパン店に、出店や、 東京、銀座洋上動画廊で個展を開催。北海道振興代表取締役社長、久瀬哲夫の助力を得て、1964年にスナックバーのバーさんを経営。さらに、シャンソンバーやパブを手掛け、1966年、ドリームフード株式会社を札幌に設立し、同社代表取締役社長に就任。1970年に居酒屋、 イロハニホヘトを札幌にオープンさせ、全国にチェーン店方式を採用し、イロハニホヘトのほか、春川紀藤、時和うどんなどの飲食店チェーンを札幌県を中心に出店する一方、関東、関西、東北にも進出。直営28店、フランチャイズ19店の計47店を展開した。その後、北海学園大学2部卒業。 1983年4月に行われた北海道知事選挙では、札幌、すすきのの飲食店店主らに、横道高博北海道知事誕生を目指すカッテレンの結成を呼びかけ、田村正敏らと共に、中心人物として活動した。画家活動も続け、2000年に札幌大丸ギャラリーにて、古典や東京、銀座のアートミュージアム銀座にて、移動古典を開催した。 しかし、急速な業用拡大に伴って、資金コストが大幅に増加し、資金繰りに行き詰まり、2003年2月24日、東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請した。2003年3月に事業をコロアイドに譲渡し、2004年にドリームフード株式、会社代表取締役を辞任。会社経営の第一線から引退し、2004年より、 写真家として活動し始め、現在は写真家及び画家として活躍。ありがとうございます。